はい、それでは始めていきます。今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ギターの成瀬さんです。ベースの荒川聡さんです。よろしくお願いします。ドラムの黒田和義です。よろしくお願いします。基本だからフレーズがついていくと嫌がられるっていうのは、要は自立してないからかなっていうのが僕からすると答えかな。あ、それぞれが自立していて、それぞれがちゃんとそのコントラストをちゃんと見ていて、全体を見ていて、俺はこう自立してるから、だからこの二人がこっちやり始めたら俺は自立してるよみたいな、でも俺は遊びたいからついていっちゃうよってなったら、あ、じゃあ俺はこっちにいるわみたいな感じが、でまあ三人でもぐちゃーってなる時間はあってもいいと思うんだけど、ずっとこれやってると結局取り留めがないから、うん、まあもうアドリブも佳境だし俺も遊んじゃおうかなみたいなとか、そういう駆け引きはやっぱあるよね。今のタイミングだけ見てるんじゃなくて、やっぱりまだまだ何コラスか続くし、もうちょっとキープしてようかな、そういうのはやっぱり組み立てる、組み立てるね、ベースも。そうですね、逆に僕はフロントだから誘う時もありますよね。 あんまりこう盛り上がりきれてない時は、そういう繰り返しフレーズ使って、うんうんうん、こうドラムについてきてもらうようにして、ちょっとビルドアップさせておいて、で僕はもうそっちを、うん、の仕事終わって自分のフレーズに戻るみたいな感じ。なるほどなるほど、はい、なんか誘っといてそれやって、あ、賑やかしていてもらって自分は違う方に行く。そうですそうですそうです。それもだから結局ベタってくっつかれるんじゃなくて、やっぱお互い向こうも自立してるから来てほしいなみたいな感じ、ね、そうですね。そろそろどうっていう誘いをかけるっていうか、そうそう、ね、それもまたこうドラムが全くついてこないドラムっていうのはちょっとねそうですね、こう真面目な人ってすごくこうじゃん、なんかこう全力だからさ、もう全力でこうもう他人の音聞いてる暇ねえみたいな感じだからは、まあ、そうなると結局ドラムはまあ一応もうメトロノームとしてもう蚊帳の外に置いて二人でアンサンブルするみたいな感じになるしかないもんね。そうですね、うん、だからこうなんかそういうこう一生懸命の人が入ってくると好感は持てるよね。でも好感は持てるけど、この人の分だいぶフォローせないからうん、一生懸命やってくれるだけいいですけどね。そう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 、なんかこうパーカッションと二人でいると、こう必ずこうフィルインを自分が入れたいなと思って必ず先に入れてくれるんだけど、俺もやることなくなってみたいなでもまあね、まあ熱帯なんかもそうだけど、パーカッションがもう主役だから、神保さんはもうその自分のソロ以外の時はもうひたすらキープに回るっていうところが、パーの人の判断力のすごい、あの音楽感のすごいとこだなって感じがする。そうですね、うん、一回そういうのだとドラムの村上ポンタ秀一さんとスティーブ・ガットが一緒に叩いてる画面に出くわしたんですけど、うんうん、そのポンタさんがフィルインをしてるから、ガットはずっと刻んでるんですよ、うんうん、ずっと同じリズムを、ね、あの人すっごい真面目だもんね。そういう世界ですよね、うんうん、やっぱり全体を見てるよね。だからこう、うんうん、全体のサウンドで今ここがここいるから自分はこっちに回ろう、あ、うん、今スペース空けてくれるから今俺だなっていう感じをやっぱキャッチできるみたいなのは、それがだから自分のことがいっぱいいっぱいの人との時にやっぱりパーカッションアンサンブルした時に、なんかいやそこはそのフィルじゃなくてっていうと、で今度全然フィルしないので、いやそこはフィル入れてほしいなって言うと、どっちか決めてくださいって言われて決めるとつまんないじゃんみたいなじゃあ8小節ごとフィルでこっちが間を埋めようかみたいな話になるけど、それはちょっと面白くないよねみたいな感じになるんだけど、だからこうどっちかに決めもう聞こえるどっちかに決めてほしいって気持ちはわかるけど、うん、あのそれは場を見てって言われて、な、場って何ですかまあそこもなると思うね、そうですね、うん、答えを求められると困りますよ ね、うん、まあ、一緒になっちゃった時は一緒になっちゃった時で、ね、もう顔を見合わせてくすって笑っちゃうみたいな感じが面白いっていうか、うん、まあ、究極俺もそのよく書いてあるけど、まあ、相性ってあるじゃん、やっぱそこら辺が。だから美味しいなと思うポイントが違う人って、まあ、どうしようもないから、結局こっちが譲歩するか、まあ、うまくいかないままいくか、どっちかしかなくなって、うん、うまくいく人ってあんまり譲歩しなくても、なんかこっちがやりたいなと思ってすぐキャッチしてくれるし、なんかお互いのこの全体のバランスが分かってる気がするんだけど、うん、そこはだからやっぱりいろんないい音楽聴くしかないよね、自分がいいと思う、うん、そうですね。でも分かりやすいのがそれこそそういうさっき言ってたみたいな、そのエヴァンスのトリオとか3人編成って分かりやすい感じがしますよね、うん、4人5人とかってカルテットとかクインテットになっていくと、こうやっぱり役割分担がどんどん、うん、
されていくような気がするから、トリオでこうインタープレしてるっていうのを聞くっていうのは、なるほどね、デュオだと結構そこくっつきすぎちゃったり離れすぎちゃったりっていうのがちょっと分かりづらいから、ギタートリオなんかもやっぱり、そうですね、ギタートリオも、うん、そういう場面結構ありますよね。ドラムが結構ちゃんと堅実に叩いてて、ベースとこう、うん、やってるとか、逆に誰も話してなくて自分だけ話してるとか、うん、バド・パウエルの頃なんかはさ、結構バド・パウエル一人で喋ってて、あとはもう伴奏って感じがするじゃん。あ、そうですね、パーカーの頃も比較的そうじゃん、うん、だから僕らアドリブの勉強としては聞くけど、どっちかというとインタープレイになってくると1950年代の本当にあのこう、マイルスの、ね、うん、そうですね、カルテット・クインテットあたりとか、やっぱりあの辺が分かりやすいよね。そうですね、エヴァンスのトリオとか、うんうん、アンサンブルの仕方はすごい参考になる気がしますね。だから1940年代のバップの時代っていうのはアドリブ命みたいなところがあるから、まだドラムもインタープレイっていうよりかはもうただスイングしてるだけっていう感じで、うん、ドラムとかが比較的伴奏に入っちゃってるもんね、うん、そうです。1950年代ぐらいのやつがやっぱり面白いっちゃ面白いし、そこら辺がやっぱり主軸になっててみたいな、うんうんうん、でまあ80年以外の現代のやつはもっとそのやり方をこう複雑にしてるので、うん、いきなりそっちからいくとちょっと分かんないそうですね、ベルトのトリオとか、うん、なんじゃこりゃってなりますからね。そもそも原型が分かってない、ね、崩しすぎてるから何かよく分かんないみたいな。そのこの音使っていいんだっていうふうになんか取っちゃうから、その音がもうアボイトとか平気で使うじゃんみたいな。そうですね、だけどそれは全体のバランスと前後の流れで使ってるけど、それが使っていい音っていう風に考えて使う人が結構いたりするから、あれ変にコピーするとさ、そういう意味じゃないんだよねみたいな。そうですね、結局前後の流れがないと、うん、ハーモニーとかもリズムもそうですけどね、うん、そうだね。まあそこら辺はもういいと思うか悪いと思うかだからね、そこはどうやってやればいいですかってよく来るんですけど、そこはどうにも、なんかそこいいと思うかいいと思わないかだけだもんね。だから、まあ、演奏してる時には、まあ、客観的に聴ける癖っていうところまで、楽器力をつけないとちょっと難しいかなと俺は思う。やっぱり叩くの精一杯になってるから、フィルインをやってる時にこう他人のことが考えられなくなるんですけど、どうしてますかっていうのがあったけど、フィルインのことにだけになってるんじゃなくて、相手のフレーズの歌の中につなげるためにこう歌がくっついてるだけだから、そういうこう当たり前みたいな感じになってないとやっぱ相手が出せんもんね。そうですね、だからそこら辺はなんか俺の好きな、スニアの教材のやつで書いてあったんだけど、ドラムを叩くとかスニアを叩くっていうのは要はこうお茶をみんなでしながら喋ってるのと一緒で、お茶を持つのがこういっぱいいっぱいとか手に口に流し込んでみたいななってたら喋ってられないから、ここはもう当たり前になるってこうなって喋ってみたいな、もう手元を見てなくてもできるぐらいになってないと、多分こう他人のことなんて配慮できないからさ、そこら辺ぐらいまでやっぱりやるしか方法はないかなって感じが、まあ、そこら辺はもう楽器が当たり前になるまで練習するしかないよね。だからあんまりだからこうフレージングを引き出しを作るよりは、完全になんかフレージングを一つか二つとかも決めといて、それだけで勝負するけど、それに関してはもう一切こうなんていうの、手元も見ないしみたいな感じで、でボキャブラリーちょっとずつ増やすのがいいかなと思うんだけど、日本人って真面目だから、あれもこれもこれもこれもっていきなりキャパを100個とかにするから、だからどれもこれもそこれをやるときにアップアップになるような気がするみたいな。あ、少ないボキャブラリーで十分できるんで、そういうとこら辺がいいのかなと思ったりします。そうですね、一つのフレーズだけでワンコーラスブルースとかできますもんね。うん、そう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 、だからたたたたた、まあ BB キングとかそうですね。そうですね、音3つしか使わないですね、ソロの時にね。1音しかない時もですね、パーッつって終わりみたいな、かっこいいみたいな。そう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 、でももうあそこ行くともう音色とタイミングもうその人間感みたいなとこあるよね。そうですね、あとはもう見た目と生き様ですよね。そう生き様な感じがするよね。いや本当にあの人間の言葉と一緒でさ、こう同じこと言っても、ああそうだなと思う人と、同じこと言ってるけど入ってくる人入ってこない人全然いるから、誰が喋るかっていうのはすごい大事かなと思うね。最近ライブやればやるほどそうなんだけど、まあもういい年っていうのもあるけど、
難しいフレーズやるのめんどくさくなってきてて、なんかこう別にそんなことやらなくてもシボンブだけでいいじゃんって思ったりする。結局効果的には、ベタな方がなんかこう効力があるというか、志村けんさんが言ってたんだけど、生前ね、あのお笑いはベタが一番受けるけど、ベタで笑わせるのは今度ここが一番いるんだよ、だからその人間力だよね。志村けんさんのお笑いって本当にぶっ飛んでないと笑えないもんね。そうですね。頭上からそうね、オケポンとしてきて頭ボンってやってみんな大爆笑するんだよ。そうですね。ね、あのこの顔とか空気感の出し方とか、前後の流れとかその伏線の張り方とか、まあすごいなと思うけどね。まあその辺ですね、やっぱりね。まあいろいろ話があっちこっち行ってしまいましたが、まあフレージングはやっぱみんなが自立してなきゃいけないという感じですかね。そうですね。自立してやっていて、なおかつちょっとこうあの全体を引いたところで見てるっていうところが大事かなと。はい、はい、ということで今日はそういう形で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。